お疲れ様です。花岡寛です。今回はこちら、ワイフラボで遊ぶ動画になります。まず、ワイフラボって何ぞやと。要は、即席で自分好みの女の子を作っちゃおうってやつです。カップ麺よりも早いです。まず、4ステップなんですよね。簡単に言います。で、まず一番最初に、大まかな絵の雰囲気を選ぶ感じですね。更新もできるんで、いい感じのを選んでもらえればいいと思います。とりあえず、次に色を選ぶ感じですね。で、私は緑髪が好みなので、一番最初に出てきたあの色がいいんだけど、緑、こんな感じですね。次に、絵のタッチ、これが好みだったら、もうそのまま行ってもいいですし、はい。で、最後にポーズですね。ここにどういうポーズが、こういう感じで。で、これで私だけの女の子ができましたと。このサイトですけれども、一応ね、この絵の枕カバーとポスターを作れるっていう感じになってますね。操作としてはもうこれだけです。もう以上です。なので、本当に簡単です。いや、注意してもらいたいのは、一回戻ってしまうともう二度と同じ子は作れないんで、そこだけはもう、そこだけはお気をつけください。でね、もう、あと、これで、あ、やっぱやめようって時に、ここで戻れるんですけれども、一回、こう一回選んで、もうワンステップ挟むと、一個手前までしか戻れないので、そこはお気をつけくださいと。そんなところですね。本当に簡単にこう、ポンポン作れちゃうんで、楽しいですよね。っていう感じで、ここからは私がラブライブキャラクターに似たような女の子を、ミューズ、アクア、虹ヶ崎作ったので、ぜひこれは誰だろうっていう感じでちょっと見ていただけると楽しめると思います。どうぞ。スノハレ風うみちゃん、ミュージックスタート風まきちゃん、ポーズを決めるも頭の中は白米花代ちゃん、高坂ほのかにかっこ20歳、魔法少女ニコちゃんかっこ12歳、ビーストタイプリンちゃん、ヒーラータイプ小鳥お姉さん、異世界転生して受付嬢になったエリちゃん、異世界転生して受付嬢になったのぞみちゃん。はい、ミューズ編は以上ですね。いかがだったでしょうか。個人的にはのぞえりの異世界転生受付嬢がちょっと好きですね。はい、こんな感じで次はアクアちゃん行きましょう。打天使ヨハネ、マリお嬢様、ちょっとエッチな月ちゃん、可愛い衣装半ば強引に着せられて恥ずかしがるかなんじゃん、ポケモントレーナーチカッチ、海へ行こうと誘ってくるようじゃん、プライベートランニング中でも会釈してくれた黒沢ダイヤさん、美人すぎ好き、久しぶりにリアちゃんと会うから楽しみが溢れちゃってる、ルビーちゃん、花丸女子、特殊性癖持ちで敵メンバーも手に負えない逆らえない系利己司令官かっこ主人公を気に入りがち。はい、アクア編は以上となります。いかがでしたでしょうか。個人的にはチカッチとか結構好きですけどね、こういうポケモントレーナーいますよねはい、じゃあ最後にじいちゃん行きましょう。大女優大阪しずく、スクスタフェスゲイかっこ1枚目風かすみ、みんなに絶対に会うからと言われ、断るに断りきれず切るもやっぱり恥ずかしいし、ゆりこちゃん、みんなに見られたくないとこ見られて恥ずかしがるかりんちゃん、かりんちゃんと一緒に投稿している時のただの美少女ゆまちゃん、リーダーあゆむ、ゲマズへ行くせつなちゃん、今日のカナダちゃんはやる気に満ち溢れてるぜ、慣れない毛もこすれ少し照れるアイさん、ビジュアル系バンドのボーカルリナリ。はい、虹ちゃんは以上です。いかがでしたか。個人的にはもうリナリーがこう好きすぎ、このリナちゃんはねありだと思うんですよね。という感じでラブライブキャラクター作ってみましたと。個人的にはとても楽しかったんで、ぜひワイフラも検索して自分好みの女の子を作ってみてください。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。